キス様でしょうか。こんにちは。あれ、やっと会えました。私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。あ、ごめんなさい。早くこの鎧に見合う騎士になるため。メイドのみ、はい。まだ騎士選抜を通過できておらず、アンバー様から、ウサギ伯爵の作り方を火花騎士様にもご指導を受けました。神団長に、実は、かねてよりずっと、しかし、お邪魔になるかと思い、モンドの街を歩くあなた様を、な、今日は、騎士団での掃除が終わり、修行に行こう。もし、お邪魔でなければ、ご、あの、先輩、メイドとしての仕事と、しかし修行の進捗が、はい。どれ、腕立て伏せ100回、腹筋、それと、モンド城の周囲を、毎朝2週、忙しい毎日ですが、それでも何か、休みですか？それに、もっと能力を高めるためにも、一日でも早く、本物の騎士になるためには、常人よりも、しかし、罪悪感を覚えてしまいます。確かに、休みは、あ、リサ様がいつも図書館でアフタヌーンティーをしているのは、そのためだったのですね。なるほど。え？はい、確かに。はい。どのようなお茶が好みですか？今、準備を。え？準備しなくていいから、休んでほしい？わかりました。では鹿狩りに行きましょう。くだらない。行くぞ。落ち着いて、ゆっくり。なんだかクイーンの機嫌が悪いみたいだったから、どこかお出かけして。まあ、え、デートですか？そういうお悩みでしたか？そうなの。もう何回も誘ったんだけど、屋台の方ばかり見て全然話を聞。ノエルは可愛いし、きっとモテるよね。あ、はい、もちろん趣味を。しかし、その私、そういうことは経験が。ノエルでさえ私を助けてくれ。心配しないでください。栄誉騎士様、ベア様を助けていただけないでしょうか？ありがとうございます。はい、ベア様が言うには。しかし、私の印象ではベア様は普段からよくクイーン。その可能性、つまり今回は違う。例えばプレゼントを用意すると。しかし、はい、一人一人の好みは違いますので。私でしたら、栄誉騎士様はその手芸品などはお好きでしょうか？あの、私はただクイーン様、どんなプレゼントが。確かクイーン様はモンド城。お酒と関係のあるものなら、もうこのマージョリー様のお店に行ってみましょう。いらっしゃいませ。栄光の。今日はどうしたんですか？ノエルさんはいつも一人で仕事を終わらせますので、次々に仕事を受けてあまり休憩している。はぁ、もっと自分のために時間を使わな。今日はきちんと途中でいろいろな問題に遭遇しました。今日は栄誉騎士さんのプレゼントを選びに来たんですね。好きなだけ選んでください。必ず満足させてみせます。まあまあ、そう、からかわないでください。私と栄誉騎士様はそのような関係ではあり。違うんですか？はい、まあ半分は信じてましたけどね。しかし相変わらず。私はただそういうことで騎士。もう困ったものです。
はいはい、もうからかうのはやめ。なるほど、それでしたら新しい商品が2。特製標瓶は良質な手記で、リスの木彫りは置物としてクイーンさん。手記と置物どっちにしますか？手記ですね。死後あの時私が言ったことを。特製標瓶ですね、わかりました。プレゼントは用意できました。早くベア様のところへ行きましょう。なあ、聞いたことある？確かにクイーンが好き。でもプレゼントをあげるからに、プレゼントがあれば私ので。え、プレ…とにかく…あ、いけない。どうしました？プレゼントに。いや、プレクイーンとデートすることばかり考えてて、どこに行けばいい。だって、一…ノエル…でも別に急がなくて。はい、デートスポットは心地いい風景を…いい場所を見つけたら写真を撮ってベア様に選んでもらうのがいいと思います。そうだ、確か誓いの岬に素敵な伝説があったと思いますので、ちょうどいいかもしれません。無駄だ。ここからだと高飛びの浜を一望できますね。視野も広いですし、いい角度を見つけて写真を撮りましょう。次の目的地は星拾い。高いところから美しい風景を望める上に、星拾いの崖は夜景も綺麗なことで有名です。行くぞ。
的地は。風たちの地に行きましょう。風たちの地にある大樹、大英雄バネッサ様の象徴です。ノエル、楽しそうだな。すみません、ベア様のために見に来たというのに。大丈夫、これでいいんじゃないか。あ、帰ってきたのね。どんな場所を見つけた？誓いの岬。あそこなら海も見える。あの風たちの、あなた方の恋が。風たちの地？え？古い世代っていつもなんとかの象徴って。だからそうです。うん、やっぱりクイーン。風たちの本にはモンドで一番に風たちの地とバネッサ様の物語が書いてありました。私はてっきりモンド城にいる人ならみんな好きなのかと。え？風たちの地に。行くぞ。ここ訓練とか仕事とか忘れてですが、何も考えずに過ごしていては頼れるメイドではなくなってしまいます。バネッサ様、ジン団長、私にはまだまだ多くの欠点があります。だからこそ、そうですか。ありがとうございます。今日もしあなた様がいら、ささやかなお礼ですが、バラは私が一番好きな花です。はい、バラはモンドで口の硬さ。あなた様と一緒にいた、それは私にとって。私は、あれ、待ってください、もしかして。帰ってから図書館で調べてみます。でもたとえバラに、私が送ったこのバラが、私が、行くぞ。行くぞ。やっと会えま、私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。あ、ごめんなさい。早くこの鎧に見合う騎士に。はい、まだアンバー様から火花騎士様にもご指導を受け、実は、しかしモンドの町、今日は騎士団で、もしそれが、しかしメイドとしてセピロス騎士団はモンドで最も堅固な防壁です。人々を守りたいですので、本物のセピロス騎士になるために人々を助けられる力が欲しいのです。え、栄誉騎士様でも。私はてっきり風魔竜のような強敵だけを対象にしているのかと。あ、確か、そういえばいつもあれは皆様の手助けをしていたのですか。
はい。ではあなた様の問題に対する捉え方はとても勉強になります。あなた様が言ったようにこれからは人々を手助けする些細なことも修行だと考えるようにします。そう考えると普段よりもやる気が出てきますね。うわ、眩しい。なんだかノエルから依頼をくださいっていうオーラが出てるぞ。誰か、誰かいますか？どなた様の声でしょうか？今すぐお伺いします。ノエル、足が速すぎるぞ。オイラたちも早く行こう。落ち着いてくれ。私はノエルと申します。ところでモンド城では見かけないお…ありがとうございます。各地を転々とする商人、今回は名刺をリウェバで仕入れにモンドに来たのですが、途中で凶暴な魔物に襲われてしまったんです。それで怖くなってここまで逃げてきたんです。アロイス様、もう大丈夫です。私はただのメイドですが、お客様…モンドまで送ってくれるんですか？それ…お待ちください。各地を転々…安心してください。どれほど…荷物…あ、そうでした。さっき魔物に襲われた。いえ、その必要は。心配しないでください。こちらは私たちモン栄誉騎士。それが多分少し前にあった分かれ道の近く。ちょっと待ってください。胸が胸が痛。この姿勢のままでは。先輩すみません、私はここでお客様の容態を見ますので魔物の方をお願いし。行くぞ行くぞ行くぞ。無駄だ。もうお戻りになったのですか？アロイス様のお荷物はありましたか？本当に言ったじゃん。どこかお怪我はありませんか？飛び跳ねれば3倍の。どうしてそんな目で見るんですか？これはどうしましょう。栄誉しょ、どうやら今回は運が悪かったよ。申し訳ございません。この状況ですとセピロス騎士団は全力…いやセピロス騎士団だなんて。そんなことはございません。モンドにいらすメイドとして客人の…もしくは騎士団…いえ決して。はい、どうしましたか？はい、実は私も気づいていました。しかし証拠がないのに早々に疑ってしまうのも。どう、こちらのお方がモンド城の近くで助けを求めていたのならでしたら私は責務を。はい、ご理解。はい、もう話は終わりました。
騎士にノエルさん、任務中ですか？後ろの方は客人でしたか。歓迎いたします。お手数ですが、あなたの身分とこち…そうでしたか。門戸を訪れる酒商人リストにも…それは…初めて…そうですか。では、リーユエ総務士から発行された書…そんなものがあったのか…荷物…すみません、こちらの方は先に休んでいただいて…騎士団ガイド第10条に…しかし、騎士団ガイド第2条には…この状況は…騎士団ガイドにもどう処理すればいいか書かれてないですね。はい、ノエルさんがいれば私はただ自分がやるべきことをやっているだけです。頼もしいだなんてまだまだです。これ…はい、ではこの方がも…アロイス様はお酒を仕入れに来た商人ですので、お酒の知識がある方かと存じます。私どもモンド人の間で評判の酒場エンジェルズシェアでご休憩なさるのはいかがでしょうか。エンジェルズシェアか。お待たせしました。これはダンディライオン酒をベースにしたカクテルで長旅でですので、氷を少なめ…このお酒は…この話は…お腹が空いていた私の不手際でした。もっと早くに…それはありがたいですね。ではお言葉に甘えて。すごく香ばしい匂いです。醸造技術よりレシピの方が手っ取り…それでしたら選ぶの…はい、アロイス…正直どっちでも。この店のステーキはすべて清泉町からその日の…そして鶏肉のスイートフラワー漬け焼きもここの名…しかしこの2品ですと栄養…ですのでキノコピザと問題ございませんでしたらこれで注文しますね。いいんですか？ご安心ください。これはお客様の最初で最後の食事。この食事…最後の食事…そういうことでしたか。栄光の風はどうでしょう。最後は記念として忘れられ…やっと…あれ…はい、ノエル。ありがとうございます、アロイス様。これは…セピロス騎士団メイドのノエル。モンドを代表し…あなたはメイドでは…セピロス騎士団の人…この…やはり準備する時間があまりなかったので、それでも深く思…では一緒にセピロス騎士団に行きましょう。大丈夫です。それでしたら…いえ何も危険…しかしあなた様の安全のためにセピロス騎士…予定より早いですが私と来てください。先輩、確かに安心できますが、では私はスワン様に。アロイス様のことはお任せ。なあ、聞いたことあるかい？私の人生のことを言ってる手を出すには持ってこいってことですか？貴様、お許しを。私はただ
モンドで調査。それがまさか初めからあなたたちに見透かさ未遂ですよね。もしかして城内で泳がせてからここで一気に裁きを下そうと。ご勘弁を。私、はい、もちろんメイドさんと。あなた、分かりました。結局本当に悪いやつだったな。ノエルに言うべきかな。まずは帰って様子を見よう。お帰りなさい。あれ、アロイス様は、まだあの方に宿の予約や。もしかして私どこかで、きっとそれで気分。私はこんな些細なことすらできないのですね。私を慰めてるんですよね。ありがとうございます。でもきっと私に不手際があったんです。ああ、こんなことでは本物のセピロス騎士になれるのはまだまだ先ですね。後ろの、あ、お手数で、そうで、モンド、そうですか。そんな荷物。すみません、先に。しかし、この女、騎士団ガイドにもどう処理すればいい。はい。はい、なんだって。ふま流。はい。では。アロイス様は。お酒を仕入れに来た商人ですので、お酒の知識がある方かと存じます。私どもモンド人の間で評判の酒場エンジェルズシェアでご。エンジェルズシェアか。ああ、いや、お待たせしました。これは長旅でお…ですので。このお酒…あの…お腹がす…私の不手際でした。あ、それはありがたいですね。すごく醸造技術よりレシピ…あ、それでしたら…はい、アロイス…正直…この店のステーキ…そして…しかし…この…ですので…問題ございます…ご安心ください。この食事なるほど。栄光のか最後は。いや、あれ、はい、ノエル。ありがとうございます。アロイス様これはセピロスキ。あなたはこの贈り物は。ただの準備する時間があまり。それでも楽しく。私に荷物もないし、身分を証明する証拠がなくともこんなに手間を。魔物とか。そのようなことはありません。騎士団ガイド第2。あなた様はたとえあなた様の言ったことが真実である。魔物に襲われ荷物をなくした。もしそんな騎士団メイドの名折れです。そこまで。私は。まだあなた。いいえ、私は次は。そしてメイドさんの接待。何をなくしたものを取り戻せるのならいいことです。短い旅でも。さようなら。あ、はい、モンド城。そして私。
落ち着いて。なんだか、まあ、え、そういう、そうなの、屋台のノエルはか、きっと、しか、ノエルでさ、心配、栄誉騎士様、ペア様を、も、しかし、今度、きちんと計画を立て、今日だけ、ペア様、ありが、はい、しかし、私の印象では、ペア様は普段からよく、クイーン様と、その、つまり、例えば、しかし、そうですか。私は、しかし、適当に選ぶと言って何かアイデアはありますか？え？依頼を出そうかしら。星拾いの崖の景色は有名よ。一体どうする？ますます賑やかになってきましたね。確かに昼ご飯、まあノイ。クイーン様、今回はきちんと手助けできたでしょうか？はい、すみません。そうだ、何か食べたいものがありましたら私におっしゃってください。すぐに用意し、やっぱりベア様たちのことが心配です。ノエルは心配し始めたら何言っても聞かないよな。仕方ないから見に行ってみよう。はあ、ベア様？ああ、ノエクイーン様と。はあ、もうモンド風焼き魚を渡す前に食欲がないから何も食べたくないっていう。だったらまた次の機会に。そんな、もういいよ。今回は私、ノエルにも苦手な分野が。大丈夫、気にしないで。はい、お気をつけて。ただベア様のお役に立て、それはそうなのですが、この分野の知識はありませんが、私今から騎士団のと、もし次またこういうも、恋愛について知るって本当にノエル一人で大丈夫か？オイラたちも図書館に行ってみよう。仕方ない。なるほど、好きな人に会ったら、まだ酒が飲めない年でも美酒を。なるほど。あ、え、すみ、恋愛に関する本をこれを全部読めば私でも、例えばどれも恋愛に関することが詳しく書いてあります。あとはこれも酒場で、全て実用的な恋愛テクニックばかりです。やはり恋愛には論理的。それとそれと、この本に書いてあるのは、大丈夫です、この本を読むのはまだ早いみたいです。やはり他の本から見ましょう。勉強も、こんな本もあるなんて。無駄だ。
しょうか。やっと会え、私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。あ、こん、早くこの鎧に見合う騎士。はい、アンバー様から火花騎士様にもご指導を。実は、しかしモンドの町、今日はもし、あの、メイドとしての しかし修行の進捗が、お、はい、一日おきにベッドの底や窓の隅まで、それと生活方面、忙しい毎日ですが、力で、しかし前にブルース様が酔っ払った時も、騎士団は図書館が新調した本棚も、ホフマン先輩からは、はい、もちろんいいですよ。しかし訓練とはいえ、そうだ、騎士団の横にある訓練所。くだらない。こんにちは、ノエル。あな、あれ、こんにちは、エリン様。私の実訓練場に、ん、ノエルの実力、それに適当に置いたら、またノエルに。そりゃあノエルだもの。あ、そうだ、ちょっと。ノエルだったら、やっぱこれは厄介ですね。はい、後で掃除。ノエル、一気に全部切るつもりなのか？惜しい、あと少しだったのに。もう一回チャレンジしてみる？惜しい、あと少しだったのに。もう一回チャレンジしてみる？惜しい、あと少しだったのに。もう一回チャレンジしてみる？よし、掃除完了。あ、ありがとうございます。しかし私は騎士様たちとの訓練試合の時も、剣を振るう力は相手より強いはずなのに、どんなに修行を頑張っても一体どうし、実戦経験？確かに、ただいつ誰が助けを必要なので、実戦経験はあまりありません。しかしそのモンド近くのスライ、ここだな。まずは岩、いるはずです。メイドの礼儀に気をつけます。えっ、助けが必要。ふんふんふん、はっ、やっ、しませんと。やっ、はっ、やっ、はっ、楽勝だったな。ノエルは結構やるみたい。
るほど、わかりました。これで間に合いますね。次の目標は強風のコアなのですね。任せてください。いいえ、こんなこと考えたらダメですよね。え、でも確かに騎士団の団員は互い、騎士団ガイド第8条には、私そんなことを今まで考えたこともあり、私がですか。いいのです。 そうです。不向きな敵を避け仲間、わかりました。ジン団長から聞いたことがあります。普段ヒルチャールを追い、もしかしたら今回は、はい、あの、くだらない、行くぞ。でしょうか。今すぐお伺いします。これで間に合います。騎士の風格に気をつけます。綺麗にしませんと。ああ、ノエルにも感謝。君たちがいなかったらどうなった。その、ちょうどこの近くで訓練をしていて、あなた様が私を呼ぶ声を聞いたんです。間に合って心の中で思ったのは、でも口に出たのはノエルの名前だった。多分モンド城にいる時、いつもノエルに助けてもらってたから。大丈夫です、皆様の助け、それにそのおかげでヘニング様の声に。しかし今回遭遇したヒルチャールは、あれで凶暴じゃないの。俺は怯えて足も動かせなかったけど。そうですか。私はただいつも通り普通に動いて、え、そういえば確かにさっき目的が違うだけでこんなに違いが生まれる。その通り。自分の訓練をしている時より、ノエルが俺たちを助けてくれてる時の方がやる気にあふれてる気がするし。ああ、とにかく大丈夫です。騎士団セピロス、騎士団メイド。私の訓練場に、ん、それに適当に置いたら、そりゃあ、あ、ノエルだったら。これは厄介です。はい、ノエル、一気に全部切るつもりなのか。やっ、本当に
しかし私は力以外に自慢できるところがありません。騎士様たちとの剣を振るどんなにし一体いえ教えてください。そいく、なるほど、これが栄誉騎士様。大丈夫です。本当にさ、仕方ないな。近くの最高地で練習してみよう。行くぞ。魔物退治も採掘の一環なのでしょうか。私にお任せください。この辺りは落石が多いらしいぞ。周りに気をつけろよ。やっやっ、また魔物か。しかもヒルチャールボートだ。手強い相手ですね。手っ取り早く全力で片付けます。ノエル、スピードを落とせ。ここは落石の多いところなんだぞ。ごめんなさい、わかりました。うわ、大きな落、これは私のせいでしょうか。だ、多分偶然だろう。この落石、あ、ベリンダさん。あら、ノエル、あの、どこか安心して。私は最近この一帯で落石がよく起きてるけど、何か心当たりはある？それもそうよね。でもこの落石の下にあるのは豊富な鉱脈。鉱脈？ええ、誰かに頼んで鉱石がもったいない。鉱石？これらの落石を片付ければ。その通りだけど、こんなに。私にお任せください。え？落石を直接砕くなんて。気をつけろ。あそこにヒルチャール、岩兜の王がいるぞ。ヒルチャール、岩兜の王。落石が多発してた原因はまさかあれ。今すぐ応援を呼んでくる。見た目は大きいですが力比べな。さっきは危なかったな。やっと一息つける。で、ノエル、1、2、3、4、修行目標がまだこんなに。まさかまだ敵がいたのか。掃除完了。あなたたち無事？はい、大丈夫。普段やっている掃除仕事より少々肩が。すみません、普段気づいたら毎回一人で騎士団の掃除を終わらせてて。それは騎士団。本物のセピロス騎士になるために。栄誉騎士様、私今回は採掘の修行をちゃんと。本当ですか？では次も